こんにちは。ゲーム動画でいこうです。本日から始まります、奈良記念競輪。えー、初日特選10レース、12レースを予想していきたいと思います。はい。えー、まずは10レース、えー、特選です、えー。ディフェンディングチャンピオン、根田隆が登場してまいります。はい。えー、ご覧の通りよ、分線。 プラス1ですねえ香川が短期で自在に攻めますねまあ基本的には稲垣と値段の戦いになるかと思います私は値段を取りましたオッズ見てみると値段が結構人気になってるんですよねはい地元地区の稲垣がネウバリューで吸ってくれるかと思ったんですけど この辺は昨,昨年の優勝者さすがですね。というわけで、えー、マークするのは阪神有一。こちらの、えー、絶好調です。ね、この岐阜の前に、えー、っと優,勝してる優勝してるんですよね。 なので、林もなかなか好調というわけで。うん、刺し目も押さえておいた方がいいのかなまあ、えー、っと、そこをですね。えー、香川や稲垣が、まあ、縦の足を使って、えー、来る3二三一の折り返し。 え,え穴なんですけど8番車の新井え一応近畿の3番手にいるんですけどやはりコースがあのコースと言いますか稲垣が先手取れなかった場合は切り替えるし稲垣が先手取った場合でもですね、えー、もし稲垣があのピッチが落ちてきた場合は先まくりを打つんじゃないかなと思って。 38の折り返し。それからですね、えー、っと、稲垣先行時の三谷の前残り。39ですね。まあ、穴とまでは言えないかもしれないんですけど。えさっきより、1時間前より値段がちょっと人気になってますね。最終12エースを独占です。 えー、三谷隆輝が SS 班、地元として登場です。えー、三谷は本日は、えー、中井に乗るレースになります。はい、えー、ご覧の通り四4分線。えー、圧倒的に、三谷が、三谷が人気集めてますね。えー、三谷から、え、そのうし、後ろを回る渡部。 渡辺の19。これが人気を集めてます。私はですね、えー、全、えー、らい長いを挙げてみました。えー、全場所、岐阜で、えー、優勝してます。これもなかなか強いレースでした。で、昔の長井は、まあ、この長井っていうのは脱出力魅力の選手で、 えっと、スピードでドーンってできるのはいいんですけど、後ろがついていけない。あの、S 級上がった最初の熊本で見たんですけど、あれ最終日だったんですけど、長い、あの、後ろが誰だったかな、渡来だったかな、えー、っと、ワニブチだったかな、後ろがすごいぶっちぎれて、<laughs> 独走体制で、 いや、とんでもないものが現れたと思いましたよね。まあ、タイトルは取れなかったんですけど、まあ、まだ分からないですけど、え、ここに来て、えー、っと、完全とは言いませんけど、復活してきて、ま、ずさらにデースのうまみも増して、中段取ってまくりとかも打てるようになってきて、安定性が増してますね。 まあ、中井が先行するでしょうけど、単走路もと長い得意ですし、先行意欲っていうのは、あの負けてはいないと思います。で、えー、来たのがマーク、3番車の来たのがマークで、折り返しも一応抑えたんですけど、心情的には、心情といいますか、予想的には、うん折り返しいらないんじゃないかな。あの3、4はいらずに、4、3だけでいいんじゃないかなと思います。 それからですね、三谷も、やはりえ、折り返す必要はありますね。4114。え、それからですね、はり中、中川を気をつけないといけないですね。おそらくですね、あの、長い来たので先行したら、その後ろにつけてるのは、中川あたりだと思われる,思われるんですよ。 まあ、中川も一淡白なところはまだあるんですけど、そういう自在性が増えてきたりして、意回れるんじゃないかなと思います。そ,それからですね、えー、お、押さえ、これがお穴とし、穴としましては、うん、ともかずの48ですね、これもあんまり当てにならないともかずなんですけど、 スピード自体は、まあ、長いや三谷や中川には負けてはいないですからね。ちょっと人気が48で171倍とかなり落ちてるんで、この図ならちょっと抑えざるを得ないかなと。それからやっぱり縦の足のある渡辺、さ、近況好調ですからね。あの、この49も90倍ついてるので、ぜひとも、あの、 押さえてみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、えー、初日特選10レースと12レースの予想をお送りいたしました。はい、えー。ブログやツイッターやっております。説明欄に記載しておりますので、よければ見てください。えー、チャンネル登録まだの方、ぜひともよろしくお願いいたします。また、えー、最後に関連動画、動画リストも あの、載せますので、えー、よろしければそちらもアクセスしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。